よかった。お前はいたのか。いいからついてこい。ついてこい。いいから黙ってついてこい。私も初めて見た時はびっくりしたよ。そんなはずないって何回も思った。今でも信じたくないよ。呆れて物が言えないか。私にわかるわけないだろう。なあ、美術部員って3人だけだったか。私がいて、源がいて、お前がいて、1年生部員って誰もいなかったか。平野、お前ハンカチ使うか。私も思い出せないんだ。すごく可愛がっていた子がいたような気がするんだ。でもずっと大昔のことだったのか、夢のことだったのか、わからないんだ。こんなことって今まで経験したことあるか。源はまだ連れてきてない。スーはご飯の支度をしてるよ。あ、ご主人様。はい。ゆいと、サッカーしよう。どうしたの？やろうよ。何が？世界？なんで？平野。どうしたの？二人とも。視聴覚室が壊れたんだ。壊れたって？部屋ごと壊れてるんだ。屋上もフェンスとかボロボロで。源氏先輩、何を言ってるの？セク。前って何？初めから屋上って壊れてたじゃん。さっきの視聴覚室だって前からああだったよ。ユイト、変だよ。ここ、
怒んなくていいじゃない。ユイと何プルプルしてるの？だってユイトが変なことを言うんだもん。世界がループしてるとか壊れてきたとかさ。ユイト夢見てるんじゃないの？変だよ。顔を洗ってきたら。源は信じず。なんで入らないんだ。くそ、思い出せよ。チキショー。なんだ、お前か。別に。ツーオンツーやったの覚えてるか。四人でやったんだって。誰と誰だったっけ。私とお前と源と。剣棒だったらどうする。剣棒の中には選択剣棒って言って、特定の人物とか場所とか状況とか外国語とか思い出せないものもあるんだ。私たちがかかっているのと似てないか。その原因をもし忘れているとしたら、断定はしていないぞ。ループなのかな。けどやっぱりおかしいって思わないか。剣棒じゃないとしても、こういうのってループっていうのか。ループって前と同じものを繰り返すことじゃないのか。前と微妙に違うものを繰り返すことって一体なんて言うんだ。それもループなのか。最初はプールだけだった。次はスーのリボン、ツーオンツーのシュート。他にも言い出せばいっぱいあるぞ。この世界が8月25日から31日の間を繰り返しているのは多分確かだと思う。それも
毎回微妙に細部を変えながらな。夢ならまだマシだったかもな。さあな、ひょっとして複数の人間が絡んでいるのかな。いや、なんでもない。わかるわけないだろう。覚めない夢を見たことがあるか。世界に神秘があるんじゃない。世界があることが神秘なんだ。夢って二つ漢字があるんだな。夢と夢。ゆうたくん、怖いよ。ねえ、午前中ずっとどこに行ってたの？え、書かないとダメだよ。廃部になっちゃうよ。どうしてよ。シクシク。ねえ、午後から誰かモデルにしてデッサンやろうか。キャック。シクシク。なんだ、お前か。まぐれだよ。お前だってやらなくていいのか。私と同じか。やったところでシシュフォスになるだけだもんな。昨日のこと考えたんだけどな。お前25日からループしているって言ったじゃないか。おかしいと思わないか。学校に来たのって24日だぞ。24日からループしたっておかしくないって思わないか。地下室に何かあるんじゃないのか。スーが埋まってたくらいだぞ。他に何か出てきたっておかしくないだろう。え？あ、そうだな。私はそろそろ訴状が。部長としての務めがあるんだよ。
いや、けどな。バカ言え、あんなところ怖い。やだな。なあ、ヒラノ、引き返さないか。明日でもいいじゃないか。そりゃそうなんだけど。ヒラノ。なあ、ヒラノ、やっぱりやめないか。けど、そういうわけじゃないけど。うるさい。ああ、ないとどこに何があるかわからない。 0.02 だろ？だからやめよう。ゆいとくん、ありがとう。